岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークスのゲームを。バッターボックスには太田が入っています。さあ一打先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。打ちました、破りました、センター前、チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。この場面で打席には鈴木が入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チーム。打ちました、痛烈、切りました、ファウル、抜けていれば貴重な追加点というところでした。2球目打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、バッターは3番金本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。併殺狙い、インコースに攻めてきました。さあ次の投球で注文通りのゲッツーに仕留められるんでしょうか。これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。試合を制したのはソフトバンクホークスです。